失敗することを知ったなら、どうなるんですか？竹村、僕、私も、今なら。これは人々が私たちを応援する気持ち。また拓真さん、敵は弱ってるわ。あ、行くぞみんな。さっきより弱ってるって言ってもまだまだ強い。光は、ようやく光がみゆきに吸い込みゆき、一体みゆきの姿が変わった。ハルチカ、ようやく会えました。あ、まさかハルチカの姉。今さら、今さら。ファンロンモンから黒い正気のような。ああ、なんということ。これ戦乱の世に散り、フンヌとエンソの黒き怨念。わっ、タクマ、ファンロモンが、ファンロモンの力が。どうかハルチカを お願い申し上げます。皆さん助け。ファンロモンの体から正気が全て抜け出ていく。やった、僕たちは勝ったんだ。見たまえ諸君、ファンロンモンが本来の。これにて安寧は戻りました。この地を取り巻き、今後は正しき姿のファンロンですが、その前あるべき姿に戻りましたね、ファンロンモン。イナセンの巫女か、久しいな。陶器子孫の弟が旅立ってから、大切なハルチカ、あの子を思わぬけれど、この身には家を継ぐ責務がある。家を守り、民の安寧を守り、人のしがらみに縛られ、そしてようやく自由を得た頃には、ゆえに子孫に託したのか、再会の願い。承知しています。故に因果をねじ曲げ、愛しきハルチカを今一度抱き。さあ、我が弟の対なる獣とのことだ。おう、キュランジが念願は今こそ叶う。主の体から光が、ハルチカの霊が。姉上、ハルチカ。姉上、過ぎたことです。私が抱いた恨みの念が、世を滅ぼさん。いくら詫びても償いき。ハルチカ、元来人と獣は一つのもの、獣は人の半身である。うつし、人は獣を見つめることで己を見つめる。そう、まことだ。なのに、水瀬の子、我が子孫に遺恨を残すような。もうよい、もうよいのです、ハルチカ。
そんな姉上、私を止めてくれた子らよ。久しき時の因果に鎖を打ったそなたの女、あとのこと見守らせてはくれぬか。もちろん我も共に。姉上、さあ春近、行きましょう。今戦乱の世はもう終わったのです。はい、本当にありがとうございました。おかげで弟と再び会えました。また皆様はどうかいつまでも仲睦まじく。